えー、1990年からのお日本社会っていうのがですね後ろ向きになったために、えー、前向きのことがなくなって、まあ、会社では不祥事が起こるしいろんなところでいじめが横行するとでいじめるのがうまい人ですね例えばまあ典型的には東京都の小池知事なんかそうなんですが、まあ、そういう人がまあ人気を博するというそういうまあ時代が30年続いたということを言ってるわけですが、まあ、いじめの大関 っていうのはですね、大関ってのは横綱の次ってことですが、えー、排出ゼロ宣言っていうのがあるんですね。自治体の排出ゼロ宣言、えー。よく市町村でですね、温室ガス排出ゼロ宣言というのをやるわけです。えー、これはその全然意味がないってことを、まあ、時々言ってるわけですが、問題はですね、えー、例えば、なんか市でですね、ある市で、市と県でですね、温暖化ガス排出ゼロ宣言と流行ってるんですよ。 でそれはもう全く市民にメリットがないんですよね。もちろん、県民にも町民にも全くメリットがないわけです。ただ、損害だけが与えられるわけですね。で、なぜそういうことをするかっていうことですね。例えば、市町村の自治体はですね、えー、何つたって、な、え、ん、ー、でご飯を食べてるかというとですね、給料をもらってるかっていうと、市民の税金をもらって、その市民のために何かやるから、えー 温暖化、あ、違う違う、えー、税金から給料をもらってるわけですよ。ただこれは非常に問題で、例えば現在ですね、名古屋市ですと、名古屋市の普通のサラリーマンの年間の平均給与は430万なん、430万だったかなぐらいなんですが、えー、っと、名古屋市のですね、役人の平均 しゅう、あの、所得は1年に620万ぐらいっていうふうになってるわけですね。ですから、えー、非常に変な状態なのは、税金を払う方の方が、税金をもらう方よりか、給料が高い、安いってことになってるわけです。つまり、税金払う方が、あ所得が貧乏なのに、えー、金持ちの役人に金を払うってことになるわけですね。まあ、これは、あの、昔はそういうことがあったわけです。えー、その、 お役人が偉いと呼張ってるわけですね。それはあの、例えば江戸時代ですと、お役人の方が、お役人っていうか、侍の方が上で、えー、商人は下でしたからね、市民は。ですから、上の人が給料が高くて、下の人が給料が低いっていうのはこれ分かるんですが、えー、民主主義になりまして、特に戦争の後はですね、民主主義ですから、えー、よく言われるように、えー、役人は公、公木なんですね。 僕っていう名前をまあわざわざつけたわけですが、それはあの税金を払う方がですね、上で、税金をもらう方が下だということにしたんですよね。もちろんあの、市長さんとかと知事さんとかいうのはまあ、それはまあ役職上上でいいです。それは平均の問題ではありませんからね。ただ、やはりこれは異常でですね、せめて税金を払う人と税金をもらう人の所得は同じにしとかなんやんない。しかし、まあだん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 自分で、 お手盛りしたりしますからね。まあ、どうしても人間っていうのは、えー、変なことになりましてで、役人の方が給料が高いと、しかも200万も高いと。まあ、ざっと言えば、名古屋市の税金を払う普通の市民が400万しか給料がないのに、1年間ですね。ええー、それをもらう方の役人が600万っていうのは、それはいくらなんでもひどいんですよ。えっ、ー、と、まあ、あの、役人の給料400万にしてもですね、 えー、市,市民の,給,あの給料がすぐ600万になるわけじゃないんですけども、まあ、せ,せ,せめて両方とも420万ぐらいとか440万ぐらいっていうのが、まあ、私なんかまあ常識的だと思うんですね。そうしますとね市民の給料を上げ,上げるような姿勢をすれば自分たちの給料も上がるってことであの意欲も湧きますけれども市民がどんなに困ってたって 市民から絞税金を絞れてればいいや、なんていう古い考えですとね、どうしても市民のために何かやる、なんていうことにはならないわけですね。それがまず一つです。それから二つ目はですね、えー、っと、この前もこのブログでお話ししましたけど、ちょっと複雑に言い過ぎたんですが、えー、地球温暖化はですね、私は、えー、二酸化炭素と関係ないと思うんですけど、それを言うと複雑になっちゃうので、 えー、二酸化炭素が出ると地球が温暖化するとしましょうこれはもう100 100歩譲ってそううししましょうね、えー、ところがあその二酸化炭素を出している国っていうのは中国とアメリカで、まあ、簡単に言うと中国が20%アメリカが10%、えー、合計で50%なんですねそれで経済成長をしますとね経済成長1%すると大体1%ー温暖化ガスが 多くなりますこれはあのエネルギー断成率っていうあの数値があってそれで細かく計算するんですがまあまあ一応ちょっと越すところもあるし一応ちょっと下回るところもあるんで、まあ、簡単に言えば1とすると、えー、成長率が1%だったら、えー、温暖化ガスは1%出るっていうことになるわけですね。そうしますと、まあ、中国とアメリカはですね大体まあ3%から5%ぐらい年率で伸びておりますので、まあ、1年に 大体平均して34%温暖化ガスの排出量が増えるわけですね。えー、ですから50%の34%ですからだいたい2%ぐらい、えー、1年にしあの温暖化ガスが増えていくわけです。これに対して日本は47都道府県全体つまり日本全体で2.7%しか過ぎませんので、えー、自治体が全部足並みを揃えたって。 えー、2.7%しか減りませんもちろん排出ゼロっていうのはできませんね。それは現実的にできません。というのは二酸化炭素の排出をゼロにするというのは自動車に乗らない電車に乗らない自動車に乗らない暖房をつけない冷房をつけない、えー、ご飯を食べない牛肉を食べない、えー、牛乳を飲まない水を飲まないあ水を飲むっていうことは、えーあのー、水道局がポンプを動かさなきゃいけませんから。 ポンプを動かせれば CO2 が出ますんでね。ですから排出ゼロ宣言なんて嘘なんですよ。だけどまあ、例えば排出排出ゼロにしよしたとしますね。あ日本人が全員がクーラーつけない、暖房つけない、自動車に乗らない、電車に乗らない、えー、何もしない、えー、それでご飯も食べない、服も着ないという状態になったとしたら、えー、排出はゼロになります。 えー、本当に今は真面目にですね2050年に排出ゼロ宣言なんてしてる自治体が本当にいるんですけどその市長,市長とか知事には絶対投票すべきじゃないですよ嘘を言う人だから嘘を言う人に投票したらろくなことないですね。まあ、そういうことでもともと排出ゼロ宣言っては無意味なんですが嘘でただなんかかっこいい良い子になっているふりをする自治体の市長ということになります。だけどまあそれも全部 認めてもですね、その自治体には何のメリットもないんです。ただ名古屋市でもそうですけれども、なんか地球温暖化対策室とかですね、そういったものがありまして、だいたい十人ぐらい人がいますからね。まあ、そういう点じゃ、えーえー、その税金だけはかかっちゃうわけですよ。税金だけかけて、なんか時々にはそのあの地球温暖化、それはなぜこんなことが起こるかというとですね、まあ、先ほど言ったように。 自治体職員は給料が600万でしょそれで市民は400万なんですから、どうしても特権意識になっちゃうんですよ。特権意識になりますとね、どうしても市民をいじめたくなります。これは人間という性質がそうだから、まあ、そういうふうになっちゃうわけですね。それからもう一つはですね、今ですね、自治体は暇なんですよ。やることがないわけです。ゴミの収集なんか非常に重要ですけどね。全員がゴミの収集に当たるわけじゃないわけですね。 それから産業が非常に活発だと、どうか住宅建設が非常に活発だとですね、まあ、団地を作新しく団地を作ったり、道路を引いたりですね、まあ、いろんなことをしなきゃいけないので、自治体も結構そういうものの管理が忙しいんですけど、今は経済が停滞しておりますから、普通経済が停滞したらですね、人員を削減するんですけども、えー、自治体はあの人間をクビにすることしませんのでね、 ですからもう現在みたいに,に、ここ30年間も経済が停滞して、新しい団地もできない、新しい工業団地もできない、道路も別に新しく引く必要がない、なんていう時代はですね、本当は自治体職人って大幅に余ってるんですよ。忙しいもちろんフリーしてますけどね。だからどうしても仕事を作んなきゃいけない。まあ、仕事もですね、あの、市民の代わりに、まあ、ゴミを一生懸命あの集収集してくるっていう仕事の方に人を回せばいいんだけど、 市民に余計な負担をかけるような仕事を始めるんですよ。<laughs> だから、この自治体職員が特権意識があって、給料が高いから特権意識がある。これはまあ NHK とか、あの、放送局なんかもそうなんですね。そういうところが特権意識持つと、給料が高いとろくなことないんですけどね。まあ、いじめの大関、温暖化排出,排出ガスゼロ宣言、この宣言をした市の、 市長さんとか知事さんは絶対に次の選挙で落とさないともうこういうのが流行ってくると思います。